マニラはどこでしょうかと、まあ、やっぱりマカティとかボニファシオグローバルシティでしょうかね、フォートボニファシオ、まあ、ロックウェルとかやっぱ高級住宅街っていうんですかね、まあ、高級コンドミニアムのあるような場所っていうのは基本的にあの治安がいい傾向にありますね。で、まあ、セブシティならどこでしょうかと、まあ、アヤラモールの近くでしょうね、セブシティの場合だったら、まあ、マクタンとかもあのまあ観光地っていうことは基本的に治安がいいっていうこともあるんですけど、まあ、治安の維持にですね政府も力を入れてるっていうのがあるんですけども、まあ、フィリピンの場合油断せずにですね、やっぱり、場所を選んで、あとは誰と行くかですよね。地元の本当に信頼できる人とか、まあ、現地在住者、僕みたいなですね現地在住者であのサポートできるような人がいるならいいかなとは思います。まあ、治安良い場所を知りたいということで聞かれてるんですけど、現地在住者の情報として、まあ、あのなかなかこういう情報発信を、役に立つ形でしてる現地在住者がいないので、まあ、気軽に LINE とかですねいただければあの僕の方はサポートします。でどこでも